ハンマークの本家の本物貴族の販売の先生です。人間の問題ですね、人間の上の生物、私なんだけども、下のね、人間の生物の問題ですね。で、人間っていうのはもう団体の頭、テレパシー使わないと話を聞いたり話すことはもう全然できない、すごい低レベルの人間なんですね、知能のね、全員そうなんですね。で、あたかもなんか利口そうに話すけども、全部バックのテレパシーで人間たちの頭つけて話すだけなんですよね。で、一人の能力って非常に人間の能力って低くてね、で本当に野生にいる猿とかね、ライオンとか、ね、牛とか変わんないんですね、あんまりね。それで非常に地球で悪さしすぎるということが問題がありまして、でなんせ私よりめちゃめちゃに低い知能なのに給料たくさん取ったりとかね、で盗んだりとかも徹底しますから、人間たちの場合ね。で、人間の給料ということでね、今のところどんなに働かしてもマイナス100円ぐらいにはなるんですよね。どんなに頑張って働かしても悪いことするんで、給料払ったらマイナス100円になっちゃうんですね。重労働だろうと高頭脳の仕事をさせたとしてもね、100円、マイナス100円な、月の給料がマイナス100円になっちゃうんですね。で、それが今現実で、今の人間たちの取ってるのはもう壊したり盗んだりするだけなんですね、自然から。で、地球がどんどん破壊されていきますし、これはもう本当にどうしようもないということでね、問題定義をしてるんだけども。で、全然無能だからね、人間は全然ね。で、私の敵である人間よりか、頭のいい生物の敵ですね。それに従って、軍事力というか強くしてね、私に対抗してるだけなんですね。で、人間たちの兵器とか防衛、日本の防衛兵器とか、なんかガチャガチャ一応前のこと言ってるけども、私一人に対抗するために作ってる武器なんですね。人間たち自分たちの国の、防衛とか言ってるのは全く嘘で、私に対抗する上の生物の私に対してね、締め付けようということで作ってるものだけなんですね、全部。だから外国同士の揉め事で使うこともあるとはありますけど、実際違うんですね。全世界は上の生物の私に対してね、本物貴族に対しての、ね、攻撃用の武器として作ってる。で、また日夜訓練してるだけなんですよ。で、実際問題の話をね、しないとこちらの方の動きが取れないんで。で、人間っていうのは話を聞いたりね、話したりすることはできない。したとしてもテレパシーで仲間から話聞いて、700年後7000年後分かったことで分かったことにして動くんですね。そういう低い知能なんですね、人間全員で。人間100億円にいますけど、その頭で結集しても長く見ると無能なんですよ。一生懸命頑張って考えても無能なんですね。で、意味ないことで、だからその程度でも話しちゃいけないわけですね。知能、無能の話しかないわけですよ。人間全員での結集した頑張って頭使っても無能なんですね、長く見るとね。だから何にも話はできないっていうことですね、人間には。だからこればっかりやっていくんです。人間たちは生きないといけないんで、じゃあどうやって生きてるかというと、ただ盗みですね。超肉食生物ね、道具を使ってね、
攻め込んで盗むというそういうことですね。単なる強肉食生物ですね。でその問題をね、人間たちは話聞けないから、ここで話してる聞けないわけですけども、宇宙生物にね、人間の上の宇宙生物との相談。しかしね、高機能の宇宙生物はこういう話し方しないし、テレパシーでもちょっと違うんですね。人間にも聞こえない、別で波長も高すぎちゃって、で近くにいないから、また高能力の生物っていうのはね、10年とか100年ぐらい、1000年ぐらいかかってしまうんだけど、前もって準備してるようなもんでしょうね。で話が飛んでくるんですけど、向こうも想定してね。で言葉みたいな話でもないし、テレパシーで話すようなね、ことで情報つながらないんですね。もっと正確で、まあそのままですね、考え通り、確かに考えたら、その通り働いて一緒に協力してくれるということで動きます。討論なんかも全然ないぐらいですね。ということでね、まあ、今回は人間のこと、今コカ・コーラをね、飲んでね、やっぱコカ・コーラもいいんだけどね、コカ・コーラっていうのはね、麻薬を薄めたやつは入れてるんですよ。それでね、炭酸水にね、絡めるね、お砂糖をいったやつを混ぜて、それで作って